ギフバスコミュニティの車両株式会社ギフバスコミュニティは、かつて、岐阜県各務原市に本社を置いていた、路線バス事業者である。九百九十九年四月に新東海観光バスが、社名変更して誕生した。新東海観光バスは、ギフバスグループの観光バス会社であったが、同年六月からは、ギフバス各務原営業所の路線バスの受託運行を行い、実質的に、 かかみが原営業所の分社市会社となった。また、観光バスは、ギフバス本体や、ギフバスグループに移籍し、ギフバスと同じ塗装を施した路線バスのみ、所有していた。また、かかみが原市と美濃か市のコミュニティバスの受託運行も、行っていた。2017年4月1日、ギフバスグループ再編に伴い、ギフバスと合併。路線、事業は、ギフバスが継続している。 ギフバスグループ再編に関するお知らせギフ乗り合い自動車オリジナルの2017年4月15日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/web/20170415130146/http://www.gifubus.co.jp/uploads/post/579/21pdf2017 年4月15日閲覧ありがとうございます